サブチャンネルです。え、サブチャンネルです。ちょ、目がすごい花粉なんかな、これ。花粉かな、すごいね、桜が。ちょっとマスクしないと、ちょっとちょっと撮影もあって中目黒に来ましたけども、どうですか、やっぱ中目黒といったらやっぱ桜ね。いや、サンマ祭りじゃないですか、中目黒。サンマ祭り、ポケモン GO があった時、ここにもうおじさんだらけだったからな。ここになんかギャラドスが出るとこ行って、はいはい、ギャラドス、うん、あれやな、レアレア、その当時すごいな、なんかもう人めちゃくちゃいるぞ。ただなんかこれ出店禁止なの、うん、でもほら、まあ各お店がね、あそこビアとかあるじゃん、まあ、あれはお店がやってるからね、普通に。もう俺を取らない方がいいぐらい、ちょっと中身のすごいレベル高いですね。レベル高いな、びっくりしたね。いや、さっきラーメン食う前に通った散歩してる姉ちゃんが、もうあれ絶対タレントさんだよな。ちょっとやっぱ骨格がちょっとレベチすぎたよね。明らかに輝いてたもんな、あの人。中身がやっぱすごいっすわ、やっぱ住めないね、やっぱね。ちょっと変になんかちょっと変に浮き足立っちゃって、中目、うん、無理。え、中目に住むのはちょっと厳しい。そうね、ドンキあるけど。あ、原口が好きそうな姉ちゃんいるわ、ほら見て。原口ちゃん好きだろ、モデルさんじゃない。超顔ちっちゃいし、サイルすごいな。あんな好きでしょって、ほら好きそうな。いや、いや、あんま見、あんま見れた、あんま見れた、あんま見れた。原口好きそう、さりげなしに。目黒川です。あ、いいですね、このね、桜の粒が。ああ。海外の方も多いですね。確かに。はい。信号渡った。いやー、なかなか。ですね、あのおじさんは、はい、何をで撮ってるの、見返すことねえだろ。サブチャンとかで撮ってるのは分かるけど、何をあれ、鼻がむずるしお、すごい、よかった。いやー、桜味のフレーバーとか、あ、ちょっとね、なんか桜餅の桜餅食いたいね。あれってか、ここら辺にさ、ナイキあったよ。あ、そう。うん。中目ナイキあるの？あ、ランニング系の。名古屋みたいなところ。え？名古屋。あ、そうそう。でもイエローグラデーが前2回前の時は販売あった気がする。確か。でもめっちゃ穴じゃんって思った記憶がある。おしゃれですわ、中目黒は。え、来たことある？目黒が。あの、この前その気分の展示会の時に本当来たことない。え、なんで？いや、気分が。それ木村さんと一緒に。いや、気分が展示会やってるよ、毎回中目黒。アントレース、そうそうそう。で、中目黒に行ったら展示会とか、うん、その後一人で。いや、その後あのちょっとあのみんなで飲み会みたいな、うん、でちょっと桜も見ようかっつって。桜そういう橋じゃないけど、あ、結構ね、大衆とか結構あるんですよ、中目黒。え、女の子とは来たことない？中目、うん、中目ないかもな。ないか、乗りすぎはみんなそうやな、ね。そんなん言ってやんなよ。それめんどくさいの。ABC ぐらいで止まっちゃうやっぱり。いや、もう横よ、もう全然。いや、そう。うん。割とそんな抵抗ないと思うけどな。だって目の前大会もあるしな。ちょっとやっぱなんかお高いイメージあるじゃない、やっぱ。あ、嘘。ちょっと厳しい。予算ね。いや、値段そんなかからんけどな。いや、でも確かに。まあそんなね。うん、いや、なんか昔女の子となんか中目のフレンチ食い来たことあるけど、そんなのって
値段。あれあるだよね、確か小麦の奴隷とかあのホリエモンのあの見方しかあってんのあったよね。ホリエモンって中目であれやってなかった？肉の和牛マフィア。和牛マフィアかなんかあるよね。あれ食ってみてんだよな。なんか1万円のラーメン。あ、そう、ジローみたいな、ね、1万円の和牛ラーメン、ちょっとな。サブちゃんで行ってほしいな。うん、どう1万円の和牛ラーメン。いや、全然いいよ。撮影していいのか。わからん。1万払ったらでもな。まあな。撮影したいよな。お願いしますよ。どうだっけな、なんか、その、俺の知り合いの、あの、なんか、わかんない。やつがいるんだけど、うん、1LDK って店は、あの、ああ、渡辺が好きなね。そうそうそう、うん、どこなんだろう、わからん、わかる、全然知らない。中目に服買い来たことあんまないんだけど、あんま、まあね、いや、それこそ昔ワームがあった時とかはなんかちょこちょこ寄ったりしてたけど、でも前さ、俺ほらヤクモ住んでたから都立大の、はいはいはい、だから帰り道っていうかにあったからね、はいはいはい、電車でね、そうそうそう、で定期券内だったから全然よく来てたのよ。うーん、下見てそう。おしゃれな渡辺が。すごい出店あんじゃん。ああいうので、ああいうの、ああいう肉とかさ、なんか、そうそう、700円くらい。ちょっと今ね、宿屋さんっていうラーメン屋食っちゃった。私食ったっかいな。腹パンだわ。お、ベビーコスだ。どこ？あ、これか。ベビーカステラ食べる。こっちのサイドならいいんだよ。ここの沿線沿いとか、沿線とか、その名古屋があって沿いもなんだけど。ベビーカステラ食ってもいい。食べれる？ベビーカステラ。まあ全然別物だ。結構腹いっぱいですけど。大盛りカステラ。そうそう。ワンエディケいつも気になってる。どこなんだろう。ちょっと検索してみてよ。え、検索してみてよ。俺今携帯使ってるから検索できないから。まあまあ、また違う時です。そんな気になってねえじゃん。あ、リンゴ飲んである。あれ、なんかナイキここじゃなかったっけな。違うっけ、なんかこんなんだった記憶がある。ちっちゃいちっちゃい。ここじゃないかもしれないけど、こんな感じだった記憶がある。あ、いいね、この祭りの感じ、いいね。団子もあるじゃん。花火団子いいですよ。あんなリンゴ飴とかも。あ、五平餅あんじゃん。半分青いで有名になった五平餅。あ、そうなの。あ、これもよく食べる。嘘、平べったいです。五平餅なんか買います。あ、山形の玉子ね。すごい、立ち止まれないな。すごい人かかってるしね、うん、またちょっとピシッとしましたよ。レックスみたいな人。そうそう。ね、ただもんじゃねえぞ。本当そんな感じじゃんね。ただもんじゃねえぞ。すごいわ。耐える。ねえ、代官山猿獄塚。ランチみたいなの食ってますわ。綺麗な人多いの。
なんかすごいいい匂いした今香水の。うわ顔めっちゃ見た今のギャル超かわいかったね。うん見た浜崎真央さんだよ。浜崎真央よりも可愛いかもしれない。いやすごいですね。いや普通にめっちゃ好きだったな今の。あんなんいいな、うん、すごいね。なんかやっぱ若い者同士でなんかないですよね、うん、ナンパみたいな。どうなんだろうね。ありそうだね夜とかね。あるかもね。弾けたゆうちょびみたいな子だったな。絶対いいでしょ、ね、これなんか並んでる酒だね。酒かいいね。女性の方が結構こうテンション上がってハッピーになりたい生き物なんかもしれない。だってドヒラビルやってるよ。ドヒラビル土平日ね。週の真ん中水曜日ですよ。うわ何これこんなサボンのサボン、ね、見るだけで洗剤洗剤。あのたい焼き、うん、あれ前渡辺とも食ったな。うまいのよなたい焼きが。めちゃくちゃいる。あの向こうじゃないかな多分、うん、あっちの。うまそうじゃん。名前上カスタードうまそうじゃん。食べる行きますか。あいいよ。じゃあ行くよ。すいませんたい焼きって向こうっすよね。そうっすよ。あ、OK、そうです。ありがとうございます。あの子も可愛かったな。あの子、どんぐらい可愛かった？はい？あの子どんぐらい可愛かった？原口採点で。いや、もう100点じゃない？あー。いや、わかんない。まあ、マスクしたらわかんないから。あ、失礼なこと言ってる。限定発言。そうね。EXILE TRIBE STATION。ここは作れるんですけど、うん、ここの下がね。そんなん言ってやんなよ。だ結構今ねもう外さない方がいいっていう人結構多いっすから。原口もないその鼻口自信ないタイプ俺、うん、じゃないと見てもらえ。ヒゲ早いじゃん。はいこちらですたい焼き。何年じゃん。だって人気あるもんここ。あそうなの、うん